わなかった。正直マキオさんは驚いております。そしてこのこれもまた あそっちもある。え、これはマジかよ。これ多分メインのた、ああいかんいかん、ちょやばいやばい、画面が、メインの建物だよねこれね。行きますか、行きましょう。まずちょっと左側のところから行きましょうか。順々に左側から来たからね。これ追加の建物なのか元々あったのかわかんないんだよね。とりあえずブザーだけは鳴らないでほしい今。ああブザーだけは。これは何だろうね。本当にわからん。あ、学校、森の中の小さな学校、それか民間、林間学校、うん、ありえる。これはそうか、そういうことかもしれないね。でこっちが、こっち学校、ちっちゃい学校、これじゃあ大きな学校、2階建てだよこれ。やばくないこれ。これ追加してるやつかもしれないね。よし、もうちょいちょいサムネをね撮っていく。はい、じゃあ行きましょう。いやなんか怖いね、静かだね。いやーこれ学校っぽいな、学校っぽいな、このトイレの量。こっちメインだよね。ちょっとこっち行こうか。え？ああこっち2階か。厨房がありますね。ちょっとじゃあ正面行ってみましょうか。何ですか？え？食堂？学校があって食堂？学校ちっちゃかったね。教室。これなんだこれ。あ、これ階段かな？あ、階段か。暖炉。まあ、ここ、あ、ここはだけど木に困らないね。木に困らない。はい。なんていうんですか、これ気には困らないね。で厨房があると、まあ食堂なんでね、バイキング形式なんでしょう。これは何だろう。ああ倉庫、あこっちもつながってる。はい、で外ですね。はい、ちょっと待ってくださいよ。なんすかこれ。まあ林間学校にだろうね。うん、で厨房は見てない。厨房はまあさすがに厨房置いてないですよね多分。あこれいいね。これ厨房はだから林間学校で使うときに基本今誰も使用してないんで何も入ってないんでしょう。じゃあ2階に行きましょうか。2階はどうやって行くんだったっけ。こっちか。なんか鳴ってるね。うん、学校で使うような、林間学校で使うようなものが置いてますね。なぜか冷蔵庫がありますけど。はいはいはい、ちょっとここ真ん中に行って、うっつつ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 、うん、まあ鉛筆とかそういうやつですね。はい、
こっちはまあ倉庫になっていると。で向こう側だよね。向こう側にもあったからちょっと行きましょうか。あ、こっちも倉庫、あ、倉庫というか、まあなんかちょっと荷物置いてますね。はい。あ、こっちは広いな。好きー。2階部分ですね。ここは一周できるんだ。はあ、はあははあ、は。広いね。で、吹き抜けになってると。はあ、面白いね。こんなとこがありますよ。ちょっと教えてほしい。ここも教えてほしい。追加されてるのか、はたまた元からあったのか知らんし、こんなとこもいかんでしょ、こんな森の中。さあ、まだまだ続くよ、どこまでも。はい、ちょっと一旦地面に座って、だいぶ疲れてんな。この人たち気づくかな。よし、行きましょう。ちょっとこっち側ですね。こっち側を見ていきましょう。カーンで、なんかあったよね、さっき。こっちか。あ、それだ。家かな。さあ、ここは何でしょうか。民家があります。こっちも、ああ、ああ、まだ続くね。じゃあ行きましょう。ああ、ここもなんか民家という感じじゃないね。スイッチもないか。スイッチもないですね。何でしょう。懐中電灯、大型パイナップル食べていきましょう。さあ、こっちは、宿泊施設になってますね。やっぱり民間、あ、野外施設じゃなくて林間学校かな。そんな感じがするね。うん、うん、でしょう。ちょっとここに泊まるかな。もうちょっと行ってみようか。あの、こっち側にもありますね。はい、まあ、これは多分倉庫ですね。はい、で、こっちにもなんかあるな。あ、こっちにもある。うん、こっち側か。まあ、また倉庫ですね。あ、武器。あ、わ。え、ちょっと待って。アイスホッケー用スティックはありましたね。ホッケー用スティック、ラクロス。ああ、結構なんか増えてますね。ダブルプレートパドルは初めて見たかも。パドルとか。野球バット、ヘルメット、乗馬とかかな。うん。まあ森の中なんでね。はい。あ、そうか。あそこが凍、あのところが凍った時に、もしかして練習するのかな。意外とここ寒い土地かもね。さすがに疲れてるな。ちょっとこっちは広いね。ここはなんか知らんけど広い場所。ちょっと軽く見ましょうか。はい、何もないね。うん、何もないっす。ということで、ちょっと上に行こう。うん。あ、
テニスコートがあります。え、どうなってんのここ。ちょっと待てよ。え、森の中にテニスコート、これ広いぞ、相当広いぞこれ。これこれ多分やっぱ追加されてんじゃないかな、元から あるのかな。こんな、え、こっちは、あ、いかん、あ、ね、うん、下に行ったらまああっちだから、ちょっと上に行きましょうか。さすがに上はもうないんじゃないかな、あるんかな。テニスコートがあったね、あんな森の。うわ、ちょっとなるべく上行こう。多分もうないんじゃないかな。森の中のローズとか、軍事施設っぽい感じの、逆に森の中の大きな池を囲むいろんな施設かな。そうだね、もうないね、こっちは。多分普通にどっかの道につながって終わるんじゃないかな。うん、それにしても遠いね。まあ歩いて行ってるからね、しょうがないか。なかなかつかないね。どっちだこれ。けどもうあれだね、こっちにはないはず、もうないはず。さすがにちょっと戻るか。一旦ちょっとさっきのテニスコート付近まで戻ります。はい、テニスコート付近まで戻ってきました。道に迷うとこだった、まあ、危なかった今。内側は多分下の方につながるだけだと思うんですよね、うん、あ、家が、で、さっきのとこかな、多分さっきのとこですね。あ、よかった。あ、上にあったんだねテニスコート。じゃあちょっと泊まっていきましょう、ここで一泊。危なかった、今死ぬかと思った、正直。こっち危ないな、大丈夫かな。もういいか、寝ます。いやー、ここすっげー広い。一番困るパターン、マップがなくて自力でチェックしていく。全体マップは絶対に見ない、楽しみたい、負けは。さあ行きますか、持っとこう。じゃあ今度右側こっち行きましょうか。こっちに、で多分上はあの上につながるでしょう、うん、ちょっと二股にこっち分かれてるね。こっちは戻る感じか。じゃあこっちだね。あ、うわー、はい、森の中のサッカー場。うわ、そして木が生えまくってるわ。そう、とうとう木が生え、はいはいはい、ここに、サッカーコートがありますと。いやー、でかいな、そういう感じね。 OKOKOK、 これはちゃんとチェックしていきましょうよね。うん、あ、ありますね。で、こっちのサッカーコートを使う人のエリアですね。その人たちがまあちょっと休憩したりご飯食べたりと、トイレもありますよということでしょう。はい、ちょっと一応 見とくか。はい、そういうことですね。で、はい、
この下だね。多分ぐるっとテニスコート、テニスコート、テニスコートがあって、サッカー場があって、ああ、なんかあるわ。はい、なんでしょう、ここは。また出てきました。これは、乗馬か？なんかそんな感じすんな。2階建てですね。はい、こちらも新しい建物になりますね。あまりよくわかんないですけど、行ってみましょう。なんだろうね、これこれはトイレでしょう。はい、これもトイレじゃないと。ちょっと、南京錠。まあ外ですね。なんだろうね、これ。ちょっとまだわかんない雰囲気が。トイレ、ん、これ病院か、医療施設か。この一帯、野外キャンプ、いろんな施設。あれ開かないな、これ。あれ開かないな。あれ、なんで開かない。開いた。まあそこで病気とか怪我した人が立ち寄るとこですね。病院ですね、軽い。でこっちはイヤホンないんだよね。あ、そうだ。もう、ちょっとポーチつけるか。ウエストポーチ。よいしょ。まあ、何もないですね。道具系ですか。んで、ああ、また無線がありますね。これは、はい、CD ですね。ちょっと CD はゲットしていっときましょう、一応。あ、声がする。いるか。あれ、こっち、外ですね、多分ね。外にいますね。めっちゃ声する、怖え。はい。もう、怖いんだって。さあ、ここは単なる広場でしたね。うん。で、こっち、なんだろうね、この道。いきなり白い道になったな。で、こっち側ちょっとまた後で行って、先にこっち見ていきましょうか。なんでしょうね、これ。はい、なんかある。ああ、まあ、また野外コンサート場みたいなんですね。こっち側にもあると。いや、これさ、あ、なんかあるっつって見つけたのはいいけど、これで終わりそうだよね。一旦。で、じゃあ戻りますか。で戻って終わるんだけど、実は池を中心としてこういう施設が360度あるということなんでしょう。うん、いや、これは大変よ、探索も。私は多分そのまあ池方向に行くんで、なんかあるかな。
ワクワクするじゃない？さすがにもうないか？ね、なさそうだね、さすがに。狭くなってきた。ちょっと木がまばらだね。これどこにつながるんだろうね。ちょっと綺麗な道ですねこれ。あ、なるほど、分かった分かった分かってきたぞ。軍の服とか武器とかいろいろ降ろす、追加されてるショップありましたよね。あそこから上に行って、で二股に分かれたよね、どっかで。多分それが右方向がその池の右方向で、左、あ、これここだ、多分そうだよ、絶対そうだよ。右と左で、で池が真ん中にあって、その周りにいろんなフェスティバルするところ、あと右側はスポーツ施設、上テニスコートありましたね。でこっちに行けば戻れるんじゃないか、その道じゃないか。ちょっともう完全に分かんないけど、え、何今、もしこれがつながれば、これはえらいことですよ。マキオさん、すべてチェックしたことになるかもしれない。頼む、そうであってくし。けどこの斜めは違うな、こんな道じゃなかったような気がするな。いやだけど綺麗かったから、なんか、もうすでに忘れてる。来た道はもう忘れてるわ。けど方向的になんかそんな感じはするんだよな。違うか、いやこれやっぱそうだね、かなりこれやっぱ追加されてんじゃないかな。どうなんだろうね、ぽいよねこれ。このまま下に行けば、あ、いや下へ行った、やっぱりそうだ。あー、全部つながりましたねこれで。はいはいはい、もう皆さんも頭の中でつながったんじゃないでしょうか。はい、まあなかなかあの森の中に行くことはないとは思うんですけど、これが米軍の、はい、来たね。ふぅ、いやーよかった。ということで、今回はその米軍の卸ショップを探索して、さらにその上を調査したら、なんかすごい野外施設、池をぐるっと包囲する野外施設がありましたよという回でございますと。はい、これはいい感じでしょうね、うん、ということでこれで全ての探索基本終わったのかな。いやまだ終わってなかった、ここの集落まだ探索し終わってないわ。まだ右の方向に教会とか建物があるんで、そっちを次回は調査していこうかなと思います。それではまた。